99フッカーはメディアアーティスト。マサチューセッツの大学で哲学を専攻し、特にニーチェについて学ぶ。しばらくサンフランシスコを中心に活動。94年にロン・アンダーソンとのミクスター音楽なトリオバンドハッピー、ニューイヤーでメガホンレコードからデビュー。テナーサックスとスポークンワードで参加する。96年に ヘビーメタル強烈なハンキリストのメッセージを放ったバンドバイブルダウンチャーをゾギヒから発表される予定であったが使用されたサンプリングの問題でカナーズラディカルハウスからリリースされたその後ニューヨークに移り住みサンプラーとエレクトロニクスを即興演奏していた木の秋音のデュオで活動自主レーベルから数枚 CD をリリース 九十八点九九年に西海岸のビッグサー実験音楽フェスティバルに出演ほか各地の FM ラジオなどでも演奏したこの頃から環境即興というコンセプトを打ち立て次第にメディアパフォーマンス色が強くなりマルチメディア集団レブ九十九を立ち上げる二千一年に西海岸のレーベルパックスレコーディングスからターンエーデフイアーを二千二年にボルビドマグースの ドナルド・ミラーをはじめビデオアーティストなど多分野にわたるアーティストを集め一発録音した音源をもとに編集されたエブリシング・イズ・チェンジ・ド・アフター7から11を発表当時アメリカで人気になった料理の鉄人に触発され99分でリミックスをするというコンセプトのエンジニアの鉄人という作品やブリトニー・スピアーズの音楽やイメージオブジェクトなども使い即興で マッシュアップするブリトニー・スピアーズの解剖という作品も収められたが、これもまた著作権の問題で後に削除された。この頃はブリトニー・スピアーズの解剖のパフォーマンスは、ダンサーなども取り入れ断続的に行われていた。エトセトラアドミニジ99フッカー。 w w w e x p e r r i m e n t a l t v c e n t e r o r g に。零一八年六月二十七日閲覧。九十九フカディスコグス。二千十八年六月二十七日閲覧。九十九フカクレジッツオールミュージック。オールミュージック。二千十八年六月二十七日閲覧。ザ・ドラマティックス。 This is International Telecom.Discogs 2018年6月27日閲覧。Lev 99 Turn A.D.F.Ear.Discogs 2018年6月27日閲覧。Everything Changed After 7から 11Lev 99 Songs Reviews Credits All Music All Music 2018年6月27日閲覧。 ありがとうございます。